さあやっていきます。桜対戦実況のまたタイトル忘れちゃった。なんかできるみたいだが、あのテートの忙しい一日みたいなやつのパート4です。もうパート4か、結構長い。そして魅力戦です。行きましょう、行きましょう、ぜひ行きましょう。ちょっと敵がやばい。今回初めてのコーランを失うという、味方を失うという、そういう状況に陥っております。アイリスにはついてこさせてるため、アイリスって壁は抜けられないんだっけ。敵は私が倒すしかない。そして情報、情報、情報。マリアも打たれ弱いな、打たれ弱いというか大丈夫とは言い難い状況だな。あまり敵を刺激しない方向で行った方がいいかもしれんな。よっしゃ、やってやるか。敵を刺激しない方向で。でもこの、あそこに一ついるわ。いや怖いですね、敵がなんかナチュラルに2回移動するのも怖い。攻撃できるのか。いける？いけるいける。これは敵でしょう。違うか。ちょっとわからんし、あんまり身動きが取れない。いやー、今までのステージの中ではなかなか骨のあるステージと言っていいんじゃないでしょうか。ため。まあ、ちょっと足りん。敵を私が倒すしかない。これはちょっと回復か。回復。よっしゃ、やってやるか。壁沿いを敵に気づかれないようにこっそりと。防御、どうやって動くかな。おあれ、必殺は使わない。温存。ありがとうございます。ぜー、ありがとうございます。逃げ足が。ほい、うおー、これも整備品として壊せるのか、もしかして。うわ、で強い。ためかな。スミレ君にはためを。アイリスもためよう。いざという時みんなを回復させてくれる係を してもらおう。敵を私が倒すしかない。で、壁沿いをみんなでえちらおちら行く。ためかな。回復はもうないもんね。よっしゃ、やってやるか。ハンマーは間に合えばいいけど、まあ、間に合わなかったら間に合わなかったれということで。大神さんが頼りです。大神さんが。防御。お、必殺。まあ、ゼロしか効かないんですけどね。ありがとうございます。ちょっと手数が多いな、敵さん。ありがとうございます。
ギリたわねえ。通常かな。65防御。すみれくんため、アイスちょっと不安な位置にいるから、この辺に防御。敵を私が倒すしかない、私が倒すしかない。まあ、あんまり頑張らなくていいよ。あんまり頑張らなくていいよ。この人たちも間に合わないから。戦地に間に合わない。ボス戦の位置に間に合わないので、この辺でゆっくりと、お茶でも飲んどいてもらって。よーし、ここだ。ここで合体を、きれいに決めていく。これで。オーカランブーです。いやー怖いな怖いな、敵が怖い、敵が怖い。いけるか、ためか防御か。防御、必殺とかも間に合わないもんな。アイリス強いんだよ。あえてアイリスの2体攻撃回復した方がいいかもしれない。お、いいぞ。よかったかどうかはちょっと微妙かな。もしかしたらあれを壊したことによってアイリスに敵の目が向くかもしれない。わかんない。いや、この人数でなんとかやる。狙うのがこいつだけと分かれば、あとちょいなんだけど怖いね。待機、ここでアイリスの必殺の出番でしょう。ちょっとホラーテイストだね。ちょっとホラーテイストだね。まあ全回復と。待機。よっしゃ。待機。やってやるか。通常。これで。ぬう、必殺が来るぞ。割と敵が今までの中で一番歯応えあるな。後ろのメンツいらないかと思ったけど、もしかしたら呼んだ方がいいかもしんないかな。お、これは一番強いバージョンの通常攻撃。これで50。
お、囲むしかないな。囲み取材だな。敵は私が倒すしかない。トウ47防御。おかしい、こいつ、こいつおかしい。こいつおかしい。見ていてくださいね、大神さん。いやーもうあとの祭りでしょう、こいつらはついた頃にはと。回復ない。28？ しかもアイリスのあのアイリスの必殺あれだ、自分回復しないんだ。自分が回復しないとは知らなかった。今い急いで慌ててみんな移動してます。なんかないか、回復、回復しとこう。で、通常か。41。敵は逃げんのか。アイリスの身の安全が危惧されてますね。 HP 低い状態で、しかし回復させることもできず。ギリギリマリアの一発を入るかもしれんなと思って移動させてます。大神さんが頼りです。大神さんが必殺打つか。いけたか、強いな、さすが大神さん。いけたか。あんまり悲鳴あげないで、ボスが悲鳴をあげないで、ちょっと心苦しくなってしまう。せーの、勝利のポーズ、かっこつけてしまっている。遅れた二人がかっこつけている。余裕があるな、クレナネの魅力さ。機体の爆発に紛れて逃げよったんや。ほんましぶとやっちゃで。やっちゃで。これで勝ったなんて思わないことね。思わないことね。なんかクレナネの魅力だけ扱いがいいな。中将やあやめさんが心配です。とりあえず上に上がりましょう。上がりましょう。お腹痛い。牛乳のせいでずっとお腹痛い。牛乳のせいでずっとお腹が痛いです。多分あとはもう戦闘はないから次回予告だけだと思う、この後は。なので、まあ切ってもいいけど切らずに行きます。戦闘を長々見てくれた人のご褒美だな。ご褒美とも言うのもおかしいけど。あら、完成だ。青木サタン。おお、やりよったな、サタン。サタン、ついに最後の地脈を抑えたか。これで時は来た。時は来た。手によ吠えろ、血を叫べ。テンション上がっとるな、じいさん。復活を祝う狼煙をあげるのだ。ほう。ほう、アニメ。しかも結構狭い範囲だった。思ったより狭い範囲だった。
どういうことなの。なんでミルクだけあんなかわいそうな扱い。すげえ。昔ながらのアニメって感じの。セルガ感がすごい。デジタルかもしれないけどね。どうした、さくらくん、どうした、さくらくん、しっかりしろ。倒れた。なぜかベニヤ板の板の間に舞台かな。さくらくん倒れたってところで次回予告。発動した六波星光魔人によって帝都は次々と破壊され、過激団も歯が立たない。コンピューターがないとできないので、今は絶望してはいけないわ。次回桜大戦決戦、命の限り大正桜にロマンの嵐、戦って。おお、いかにもなんか次回最終回感は出てますな。次回最終回感は出てるけど、多分最終回ではなかった気がするぞ。がこういうなんかこの盛り上がりはいいね。盛り上がりはいいですね。ということで決戦命の限り、次回はちょっと次回が上がるのは空いたが空いちゃうかもしれないですけど、あの忘れないでいてくれるといいな。ほいじゃあ、まあこんなところで桜大戦実況第6話帝都大崩壊でした。ほなまた。